小田原って素敵な色であふれてる。カラフル。多くの人が活躍する街、小田原。この番組ではそれぞれの色を放ちながら輝く人や物にスポットを当ててご紹介します。今回は地魚についてお送りします。小田原は近海に漁場があり、古くから漁業が盛んな地域です。相模湾に面し、一年を通して多種多様な魚が水揚げされます。そうですね、圧倒的にまず鮮度は違うと思います。まあ、こんだけの、ね、近い距離で定置網があったりだとか、その魚を扱う漁師さん その手当というか技術だったりだとか、でそれを買い付ける魚屋さんの、やっぱりなんていうのかな、扱いだとかっていうところが、もう間近で見てると違うのが分かるので、まずはその圧倒的な鮮度を保って流通させてるっていう部分が強みかなと思います。まあ、あとはね、あの海だとか山の恵みが豊富な場所ですので、その魚自体のポテンシャルも高いなと思っているので、はい、それが他の地域とは違うかなと思ってますね。小田原の地魚を知ってもらうために、漁港周辺の鮮魚店、飲食店、卸売業などに携わる30代から50代の若手によって、小田原地魚大作戦協議会が立ち上がりました。そうですね、もともと地魚大作戦協議会というものが、観光協会がやったちょっと勉強会の中で、今後の地魚どうなっていくのっていうのを、心配して危惧して、立ち上げた協議会なんですよ。その中でじゃああれやってみよう、これやってみようっていうのを、メンバー内で出し合ったり、出し合ったりっていうほどちゃんとした会議というよりは、雑談の中でこんなことあったら楽しいよねとか、こんなことあったらみんな喜ぶよねみたいなものを取り上げたり、あとは行政の方、小田原市の方からこんなことできないかっていう、話をもらって、それを実で動いてみたりだとか、そんなように活動してますね。商品開発で、地魚棒シリーズだったり、地魚のなめろうを作ったりだとか、あと小田原で取れるあんこを使ったあんこカレーを作ったりだとかっていう、そういった商品開発と、あとは小田原のこの魚市場の夜の時間帯を活用しようということで、港の夜市と名付けてですね、そういったイベントをやったりだとか、あとはコロナ禍に、その魚を使った商品を、どうにかして流通させられないかっていうところで、ウオーバーイーツ、魚の場所、ウオーバーイーツという名付けて、そういった取り組みをやったりしますね。地魚を知って食べてもらうために、さまざまな取り組みをしている小田原地魚大作戦協議会。昨年は漁師飯でもある小田原あんこうカレーを開発しました。地魚大作戦協議会は小田原の地魚の普及だとかっていうところが目的でもあるんですけれども、これは水産課さんの方でヒアリングしていただいたんですが、どんな魚種がこう困っているかっていうところを聞いていただいて、春先に取れるあんこうがどうしても値段がつきづらいっていうようなお話があって、ここの春先のあんこをなんとかこう PR できないかというようなお話をいただいてですね、あんこを使った加工品を作ろうということで、あんこうカレーを開発することになりました。漁師の奥さんの方で、あんこうのカレーを使ったレシピっていうものがございまして、あんこうカレーになるんだというようなところからですね、レトルトのカレーにすることによって、日持ちもしますし、いろんなお店でも置いてもらえるんじゃないかなということで、はい、カレーを作ることにいたしました。その漁師の奥様のレシピっていうのはやっぱり手が込んでているんですけれども、これレトルトにするとなると、やはり同じようには作れないんですね。ですんで、こうレトルトでありながらやっぱりあんこと魚の味を感じてもらえるような味の調整というか、どうやったら美味しく作れるかっていうところは多少苦労したところではございます。そうですね、おかげさまで製造元の方の在庫は今完売という形になっていて、今売っていただいている店舗様に残っているだけになっております。
まあ、あんこが取れるんだと、まず小田原で取れないこと、取れるっていうのを知らない方が非常に多くてですね、まずあんこが取れるということを知っていただけてるっていうことの声をいただいて、非常に嬉しいですし、そもそもこのあんこカレー、美味しいって言っていただくのもあるんですけれども、このあんこカレーを通じてこの小田原の魚に興味を持っていただく、 あんこが取れるんだとか、そういったことが PR できればなという思いもございましたので、その辺のお声をいただいて大変嬉しく思ってます。こういったカレーをきっかけに小田原本当に魚屋さんの数がものすごく多いです。それをきっかけにですね、魚屋さん覗いてもらって、あんこ売ってるとか、他にもいろんな魚が売ってますので、魚を食べるっていうことのですねきっかけになってもらえれば非常に嬉しく思います。小田原ではこの春に高級魚のイシダイを使った学校給食を子どもたちに提供しました。ここ株式会社コートではイシダイの切り身加工が行われました。小田原市漁協さんの方から、イシダイの提供を受けまして、それを、加工から納品に、参画させていただきました。切り身加工ですね、はい、切り身でも何グラムっていう規格があるので、例えば低学年ですと、小さめの40グラム、高学年はもっと食べるので60グラムのサイズに切ったものを届けるっていう切り身加工ですね。小田原で獲れる魚、特にこのイシダイというのは、小田原で獲れる魚の中でも高級魚であるんですけども、その高級な魚のイシダイを、子どもたちに食べてもらって、また知ってもらえて、それに携わって、学校の栄養士さんにも、微力ながら、お手伝いできたことかと考えてます。やっぱり地元で水揚げされた小田原の魚をより多く食べてほしいですね。小田原で獲れ、小田原で食べられる小田原の地魚、今後の展望とは。基本的には食べるというところのエリアだとは思ってるんですけれども、今後食べるだけではなくて、その楽しむっていう部分にエリアとしてちょっと僕は力入れていきたいなと思ってるので、そういった部分を今後期待してもらいたいなっていうのと、あと、昔からあるこの本港っていうエリアと、漁港の駅トトコが、できた新港の間にガンダムマンホールというかズゴック、シャーズゴックマンホールがありますんで、そんなのを探して見ていただいたりすると面白いかなと思います。そうですね、小田原は本当に魚が美味しくて、皆さん思い込めて魚を作ってますので、これがずっと続くようにですね、また いろんなところから注目されるような形になっていけば非常に嬉しく思います。地魚を通して多くの人がつながり活性化する小田原の町、あなたにとって地魚のカラーとは。小田原の地魚は単純ですけども、海から取れる海の青でしょうか。まさにカラフルっていうところで、会長のアイデアなんですが、重量と色、本当にさまざまな魚が取れて、数百種類の魚の種類の水揚げがこの小田原漁港では上がりますので、そのさまざまな色があるというところが小田原の地魚じゃないかなというふうに思います。なんか、地魚というかその小田原の海というか、もう僕がイメージするのはすごい昔子供が描いた絵みたいな感じなんですけど、海の青と、空の水色と、あとはそこに輝く太陽のオレンジ、なんかこの3色かなと思ってます。